ちょっと無理。今回は三国志14パワーアップキット実況していきたいと思います。前回は、海景5、天水と順調に攻略したところまで。この勢いでまず馬長軍を滅ぼしていきたいところ。漢中を曹操が狙ってるから防ぐ意味合いもあるけどなぁ。漢中を取られると駅周辺の入り口がなくなってしまうからね。確実に攻略していかなきゃなぁ。海景の次の目標は当然建安。こんな危機的状況なのに孫権軍と諸葛亮軍で争ってるのだなぁ。もう伝統的なものじゃないかな。曹操軍が延安攻略してるなぁ。これで慶州方面から益州攻略はできなくなったから、確実に漢中を攻略しなければならないね。準備が整わないので孫権軍と諸葛亮軍の戦いを眺めていたら、空海。彼も序盤から頑張っていたんだよね。龍炎まで、どんどん行くなぁ。海景で準備が整ったのでまずは建安攻略を。一族の仇を討つべく炎丹も呼び出しずみ。炎章の仇を討たないといけないからね。まあ、主力じゃないから最初の編成からは抜けてるんだけどなぁ。ここで後半を全力出陣させてるけど、遂行しかないのでー。我に続け。出陣を取り消してー。炎丹と交番の二人を再出陣。炎丹は建安攻めへ、後半は負の占領へ向かわせるよ。みんな、行くぞ。参道は時間がかかるので、天水から投石コンビを出陣させるよ。音階が軽症なのが気になるけどなぁ。カタパルト投石には問題ないよ。だといいけどなぁ。可否能は隠蔽の占領に向かわせるよ。そのまま行ければいいけど無理だろうな。いざ出陣です。20日遅れで野戦組を出陣させるよ。長安は兵供給地から近いから兵集めやすいからな。孫権も呼んであげればよかったんだけど、すっかり忘れたよ。天水にいるのにな。一部を漢中北部へ向かわせて、残りは負を占領しつつ傭兵間攻略支援兵。いざ行かん。建安組は障害なく進撃中。このまま迎撃もなければ良いんだけどね。音階あれ、投石コンビで出陣済みじゃ。また壊滅だね。棋風しかいないな。これは泣けてくるねー。となると傭兵官組が兵不足にならない。かしこまった。なので王旗を戻すよ。こっちは順調だな。なんでか、西側では悲劇が起きるね。戻った王旗を勝者で出陣させてー。勝者と投石のコンビで問題なく落とせるでしょ。みんな行くぞ。後半も順調に占領していってるな。攻撃準備が整う前に勝楽を占領できるかな。もう整いそうだし、間に合わなそうだなぁ。まあ、気にせず占領に行ってもらおう。遅れるな。修正を誓う。馬長軍。で、総攻撃開始。参道だからみんな足が遅いね。容赦するは自力。ここで迎撃。それは遅いけど。あれ、隣接する負が多い。容赦するの行くぜ。反流が壊滅。すごい損害が出てるけど、心配と崩壊の投石コンビで第二形態。なんとか持ちこたえてくれるかな。ホロコンが壊滅しそう。
その前に最終形態、持ちこたえられるか。懸案を攻略したけど、ホドコンの兵がゼロだー。少し遅かったね。捕虜タイムで落ち着いてー。気象様の一族はマイナス個性持ちが多い。諸葛卿も OK。孔明先生の養子に行ったのに病弱で創生したようだね。千羽とは別人な千羽丹。金州は金部の息子。親子に代で処断されるんだね。無能なのが悪いな。じゃあ、二人はさようなら。無念だ。二人は東洋だけど、無理なので保養。で、ホドコンは壊滅。存在が多すぎたね。懸案の次は漢中。その前に傭兵艦を攻略したいけど、移動に時間がかかってるね。てか、龍神軍が攻めてる。かなり無理攻め感あるけどね。あ、壊滅した。兵も少ないし、やる気なさそうだね。なんか長い名前の人発見。難しい名前の人は使いたくないねー。指揮回復用の軍略大完成。使者がお待ちです。捕虜は返さないけど、毎回東洋を忘れてる。捕まえた直後は100だからさ。下がるの待ってる間に脱走されるんだよな。頼むと思ったらさっき東洋した人が、上皇が迎撃してきた。と思ったら一騎打ち。これはどうだ。ワンチャンあるかも。加賀の長春雷、ここにあり。どっちが上か教えてやる。これはいけそう。と思ったらダメだった。いいところがなかったね。これは野戦部隊の危機かな。と思ったら結構頑張ってる。強攻撃破。艦中の兵を削れたのは良かったけど、かなりやられたな。傭兵艦からも迎撃されてて、岐阜が遠距離で攻撃してる状況。公園王位を排除できないと厳しいだろうねー。存在が重大だから無理だろうなー。ここで砲機がお亡くなり。思いのほか長生きしたね。厳しいなー。岐阜の投石が発動すればいいんだけど。王機が壊滅。あと少しなのに。岐阜も壊滅。けど、傭兵艦の兵は100切ってる。無理やり傭兵艦攻略。野戦部隊の準備を怠ったのがまずかったね。大損害受けたけど、艦中攻略できる。そこはなんとかするよ。増派と遠霊を傭兵艦に入れて、岐阜ともう一人投石持ちを呼べばなんとかなるわず。曹操軍も来てるし、利用すればいけるかもな。その前に懸案に攻めてきた孫権軍を処理しよう。すでに補給線切ってるから殲滅するだけ。全力で叩き潰すよ。傭兵はきちんと残さないとな。みんな、行くぞ。殲滅開始。シュラン野郎も撃破。女性は捕獲。また一人主力が減るね。艦中攻めの攻撃かな。その前に女性の処遇を。無能なので処断だな。車両の孫権軍を支えていたのにね。じゃあ、さようなら。
新しい投石コンビの相手はシバボウ。頑張ってくれると嬉しいね。貫中攻略戦の前に南海へ向けて出陣するよ。今の懸案攻めでかなり兵が減ってるからな。好機を逃すわけにはいかないからね。後半の兵を捻出して、途中が山道だから時間かかりそうだな。投石コンビ待ちだから待ってる間に歩を占領しておくよ。出陣する。で、ようやく艦中に戻って義援が頑張ってるの。漁夫乗りで艦中攻略。うまく兵を削ってくれてよかったね。これで馬長軍は滅亡。増派軍の邪魔をしていた報いだね。で、馬長軍の対応はどうしようか悩んだけど、通常の対応にするよ。ってことは、マイナス個性持ちは生き残りか。じゃあ、選別開始。38人中、優秀な人材はどれだけいるかな。炎穂は無能か。苦しめてくれた大井もダメー。王老さんの息子はダメー。王老はOK。異民族なのでOK。優秀な武将が続くけど、個人はダメか。宿友さんがこんなところに。長期派だめ。長江は生き残りか。紹介が生まれない世界線かな。食の滅亡というか、食が存在しないから滅亡もないけどな。バウン力がダメってことは、多分兄貴もダメになるだろうね。馬体もダメか。馬長は諦めだろうね。宝徳がダメってことは崩壊危ないかも。その時はその時だね。用心はダメか。最後は昇進終了。さて、何人残るのかな。まず初段残りは22人。結構残ったね。よろしくお願いいたします。王老以下7名を再雇用。あとは保養。何回も総攻撃準備が整ったけど、同時に迎撃されたね。これはどうなの。これはワンチャンあるわず。いやいや、いけるでしょ。覚悟はよろしいですか。敵将、前へ出よ。これはまずい。2回連続は必要だ。どうにか勝てましたか。陸村が1枚上手だったか。かかれ。行くぜ。消食が壊滅。こんな程度か。速攻で馬長が脱走。帰還してきた人は使ってあげよう。よろしくお願いいたします。長い名前の人も使うだけ使う。支援がうまくできればなんとかなるかも。半輪が壊滅。これはダメだ。また一騎打ちを2回連続とは。炎炭怪我してる。いざ尋常に勝負です。その万有後悔せよ。打ち合ったけど、そこだ。体力だ。これは無理だ。どうにか勝てました。この倒れ方はまさか炎炭まで。うせろ炎炭。
炎章に続き炎炭まで。やりました。炎章に続き炎炭まで討ち死にしたところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。